今回京都うずまさにて DJI プロフェッショナルワークショップを DJI 正規販売代理店であるランドスケープとともに共同開催しました。映像制作のプロの方々を中心に多くの方に参加いただきました。今回京都のうずまさでの開催ということで盾を使ったアクションシーンを撮影しました。まずは完成像を試写室で鑑賞し、その後オープンセットに移動しました。オープンセットでは実践での撮影デモを通して撮影時に気をつけること、またはそのテクニックをプロの映画監督やドローンパイロットに解説をしていただきました。また質疑応答の時間を設け、普段は聞けないような細かいセットアップや注意点を聞いていただきました。いろんな勉強をしていく中で、インターネットだけではどうしてもこう吸収しきれない知識っていうものを実際に生で見て実際の迫力を感じてっていうところで非常に勉強になりましたね。普段業務ではやはり2オペでやらせてもらってるんですけど、オペレーターとカメラマンがどういった感じで今日やってるのかなっていうのが学べたことっていうのが非常に大きかったですね。浪人2がやっぱり興味があって来ました。実際にデッキを見てみるとかなり作りがしっかりしてる、それがすごく第一印象です。もう一つすごく気になったのがバギーですね。で、実際ワークショップの方でバギーの方から手持ちの浪人2に行った時もそのセットアップの時間ですね、5分かからない感じだったんで、あれは現場ですごいかなと思いました。今回ドローンやジンバルだけではなく多くの映像機器メーカーとクリエイターの方々をつなげる場として協力させていただきました。映像業界の未来を担う方々を新たな発見をし次につなげる力になれると思います。今回のワークショップを通して映像制作の可能性の広がりを体感できる場になったのではないでしょうか。インスパイア2や浪人2を使った作品が世の中にたくさん出てくることを楽しみにしています。